電子物理工学科は現代産業の発展に寄与できる科学技術者の育成を目的とした教育を行っており、物理学の基礎から最先端科学技術の理解へつながるカリキュラムを整備しています。電子物理工学科の教育・研究の二本柱が電子物性工学と物理計測工学です。高校の時に宮崎大学の先生が自分の高校の方に話をするに来てくれる機会があって、今エネルギー問題が世間というか社会で問題視されているんですが、そういうところを踏まえて今太陽光発電というのが注目されているということを知って、太陽光発電の効率を良くすることで、これからの新しいエネルギーの一部を担うことができるという話をしていたので、自分もそれに関わって少しでも社会に役立っていきたいなと思い、学びたいと思いました。電子物性工学では日照時間の長い宮崎で最先端の中高型太陽光発電システムの研究を行っています。またレーザー光などを用いた半導体の強化により効率の良い太陽電池などの開発を行っています。今はパソコンでプログラミングを使った実験をしています。いやすごく難しいですけど、実際も先生たちが細かく教えてくれるのですごくありがたいです。今はまだちょっと基礎的な部分を学んでいて、まだ応用的なことはしないんですけど、やはり放射線の実験ができるって聞いてて、それを実際研究できるのをすごく楽しみにしています。気象予報士の資格を取りたいっていうのもあるんですけれども、冬休みに塾の講師としてアルバイトした時にすごく楽しかったので、教職課程取って物理の先生になりたいなって思ったりもします。物理計測工学では操作型トンネル顕微鏡を用いて新しい電子デバイスに対応可能な物質の性質を探求しています。またX 線に感度を持つ CCD カメラの開発を行っています。この X 線版デジカメを人工衛星に搭載し、人の目では見ることができない X 線で輝く天体の研究を行っています。このように電子物理工学科では物理の知識を応用して太陽光発電から宇宙観測まで最先端の分野で教育・研究を進めています。